ジルベール・ベコーは、フランスの歌手、作曲家、ピアニスト、俳優。本名は、フランソワ・ジルベール・レオポルド・シリー。実母の再婚相手のせいであり、ジップのせい・ベコーを、ステージネームにした。パリのオランピア劇場で33回も公演し、その精力的なパフォーマンスから、ムッシュ10万ボルトと言われた。に、水玉模様のネクタイ、およそ曲の楽曲。 高揚すると手を耳に持っていくポーズで知られる。最も有名なヒット曲は、ナタリーと、そして今はである。プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール・地域圏、バール・ケン・トゥーロンで生まれた。幼い頃からピアノ演奏を学び、後に、ニースの高等音楽院に通った。第二次世界大戦中の1942年、フランスの体独レジスタンスに加わるため学校を辞めた。 戦後の1948年にモーリス・ビダランに出会い、彼に触発されて作詞作曲を始める。ベコーはマリー・ビゼーに曲を提供するようになり、ビゼー、ベコー、ビダランはトリオとして成功し、その協力関係は1950年まで続いた。ベコーはピアニストとしてジャック・パルのツアーに同行した際、当時パルの妻であったエディット・ピアフに出会った。 ベコーは1953年にピアフの勧めに従い、僕の手や十字架を自ら歌い始め、その翌年に歌手として初のステージを踏む。その後、闘牛、雨の降る日、セメルビ・ラムールなどのヒット曲を生んだ。英語圏におけるベコーの最初のヒット曲は、1958年にジェーン・モーガンがカバーした雨の降る日だった。カール・スイングマンが、 英語の歌詞を書き、Days the Rains ームとしてリリースされた。同時期にベコーは俳優としての活動も開始した。初主演は1956年の遥かなる国から来た男で、フランソワー,ーズ・アルヌールと共演した。彼はカフェの内気なピアニストと、売り二つで社交的なよそ者の二役を演じ、ピアニストとしての腕前を存分に披露した。 1960年にはフランスディスク大賞を獲得し、クリスマス・カンタータ、ラン・ファン・ア・レ・トワールを作曲した。同年、神の思いのままにをエヴァリー・ブラザーズがカバーした、英語バージョンのレッド・イット・ビー・ミーがヒットした。この曲は長年に渡りボブ・ディラン、ニーナ・シモン、エルビス・プレスリー、ウィリー・ネルソン、ジェリー・バトラー、ジェームス・ブラウンたちがカバーしている。1961年、 ベコーは、フランス音楽史上でも、最大のシングルヒット曲の一つである、そして今は、をリリースした。曲は、ホワットナウマいラブという英語バージョンに翻訳され、コニー・フランシス、シャーリー・バッシー、ソニー・アンド、シェール、エルビス・プレスリー、ジュディ・ガーランド、アンディ・ウィリアムズ、フランク・シナトラなどがカバーしてヒットした。オペラ、ロペラ・ディ・アランを書き上げた後、ベコーは、 ヨーロッパツアーを行い、そのまま、ズル・ラグレタースなどのポップミュージックのレコーディングを継続した。マレーネ・ネディ・トリヒは、ベコーのマリー・マリーをレコーディングし、ステージでも歌った。ベコーは1970年代はレコーディングよりツアーに集中し、若干の俳優の仕事をこなした後、1973年に疲労を理由にしばらく休養した。1974年、 レジオンドヌール勲章のシュバリエの称号を与えられた。翌年、小さな愛と友情がイギリスのシングルチャートでトップ10入りし、同国で唯一のチャート入りヒット曲となった。ベコーはニール・ダイヤモンドとラブ・オン・ザ・ロックスを共作した。この曲は1980年の映画ジャズ・シンガーのサウンドトラックとして世界的にヒットし、 ゴールデングローブ賞主題歌賞にもノミネートされた。また1982年には、ケベック人歌手のマルティーヌ・サンクレールのデビューにあたり、デュエット曲、ラムール・エモーをレコーディングした。1990年代に入ると、1993年に、プロデューサーのミック・ラ・ナロと組んで、アルバム、ユヌビ・コムーン・ローマンを BMG からリリースした。1994年に公開された。 リュック・ベスソン監督の映画、レオンの予告編の一つに、ベコーの曲、オレンジが使用された。1996年には、長男のガヤベコーと共作したアルバム、アンサンブルを、1999年には、アンドレ・マヌキャンと組んで、アルバム、フォー・フェール・アベックを EMI からリリースした。しかし1990年代は、以前に比べると、ベコーの活動は目に見えて停滞した。 2001年12月18日、ジルベール・ベコーは、セーヌ川に浮かぶ、自身のハウスボートで池を引き取った。死因は、肺がん、74歳であった。彼は、パリ、ペール・ラシェーズ墓地の45区画に埋葬された。水玉のネクタイは、彼のこだわりであり、お守りでもある。これには、歴史がある。ベコーは、ピアノを学んでいた、青年時代。 ジャック・ダティンの代わりのピアニストを探していた、ピアノバーのテストを受けようとした。しかし、オーナーはネクタイをしていない彼を見て、店の格式にそぐわないので不採用だと告げた。ベコーはその時同行していた母親の青地に白い、水玉模様のドレスを切って、首にネクタイのように巻いて、再びバーの店主に会いに行き、無事に採用された。彼は、経歴の始まりにおける、 この出来事を胸に刻み、今に水玉模様のネクタイをトレードマークとするようになった。ベコーは、常にわずかに傾いている独特な特徴を持つピアノで演奏した。ベコーはピアノに座った際に、会場内の観客からの視覚ができないように、傾斜を与えるためピアノの3本の足のうちの1本を切り詰めるよう、マネージャーであるジャックディナに要請し、改造は、 パリの家具職人によって実行された。この指摘されなければ気づかないような傾斜は彼の要求を満たすのに十分なものであり、演奏にも支障をきたすことはなかった。ベコは主に三人の作詞家と共に曲を作った。しかし、この他にもシャルル・アズナブルをはじめ多くのアーティストから詩の提供を受けている。ありがとうございます。